今回のテーマは握手です。私は共和党予備選挙の最中、選挙対策事務所と集会でロムニー前マサチューセッツ州知事と10回握手をしました。オバマ大統領とは3回握手をしています。ロムニー氏とオバマ大統領の握手は違います。 ロムニー氏の握手には特徴がありますここの親指の付け根歯で深く合わせてそして固く握りますその後にロムニー氏は軽く上下に振ってさっと引くのですその握手の仕方は堅実型 握手と言われています。自尊心と相手に対する敬意を示しているのです。私のこの手のひらに余韻が残りました。一方、オバマ大統領の握手はソフトです。手のひらに余韻は残りませんが。親しみやすいというメッセージを。 受けました日本はお辞儀の文化です日本人はお辞儀の深さによってメッセージを送りますそれに対してアメリカは握手の文化ですロムニー氏とオバマ大統領は握手の強弱によってメッセージを送っているのです